初めての扱い。せーの、バタ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 。あー、練習楽しいな。飛べるようになって本当嬉しいな。そこへお母さんがやってきました。とっても上手に飛べるようになったわね。今日はちょっと休憩してお買い物に行ってきてくれるかしら。あのね、買ってきてほしいのは梨を3つと蜂蜜を1つ買ってきてくれる？いいよ。今日はとってもいいお天気で買い物日和だわ。ルン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 。すると目の前に大きな観覧車がありました。わあ、大きいわ。乗ってからお買い物することにしちゃおう。こっちの景色も素敵だわ。やっぱり楽しかったわ。観覧車にも乗ったし、急いでお買い物しなきゃ。ピーコちゃんはゴンドラに乗って山を下りました。ゴンドラからは野球場が見えます。あー、やっと梨園に着いたわ。美味しそうな梨がいっぱい。早くお買い物済ませなきゃ。いらっしゃいませ。美味しい梨をいっぱい売ってるよ。たくさん買っていってね。梨を3個買うんだったよね。1個、2個、3個買えたわ。梨が3個で合計390円です。100円玉は2枚で買えないから500円玉を出せばいいわ。お釣りは110円です。梨を買ったピーコちゃんはレンゲ畑へやってきました。綺麗なレンゲ畑。あ、あんなところに友達の超原本の玄君がいるわ。こんにちは。こんにちは。何やってるの？お母さんに頼まれてお使い行ってるのよ。僕も一緒に行ってあげようか？ありがとう。こうして二人は一緒にお使いに行くことになりました。レンゲ畑ではミツバチたちがレンゲの蜂蜜を忙しそうに集めていました。さっきのミツバチたちが集めていた蜂蜜を売っているお店です。そういえば蜂蜜は1個買うんだったよね。1個。お買い物終わり。蜂蜜1つで316円です。100円玉がちょうど3枚あるから100円玉を3つ出せばいいわ。10円玉も1個出しましょう。そして5円玉も1個、1円玉も1個出して、これでお財布の中は空っぽでお釣りやれんよ。さあ、お買い物は全部終わったわ。急いでお家に帰らなきゃ。お家でお母さんが待ってるもの。秋の風が吹き始めました。イチョウの葉っぱも舞っています。その頃お母さんは家の前で待っていました。
心配だわ。あの子ちゃんと一人でお買い物できたかしら。ああ心配。その時です。お母さん、ただいま。買ってきたよ。ありがとう。無事にお買い物できたのね。おしまい。最後は地域に関するクイズのページです。一つ目は線つなぎの問題です。1から順に点をつないでください。まずペンボタンを押してこのようにつないでいきます。途中で間違えたりしてもこの消しゴムボタンで消せます。20までつないだらつなぎました。これは何でしょう。答えはこのボタンで表示します。稲城市の形です。答えを消すときは答えを表示のボタンを押します。すると答えが消えます。次のページは人口と面積の問題です。このクイズはこの人口がどこに当てはまるか考えるゲームです。もう一度の時はこのもう一度ボタンを押してください。シャッフルをしたい時はシャッフルボタンを押してください。こっちの面積のクイズも同じです。終了する時はこのドアのボタンを押してください。これで終わります。